はいどうも、妖怪落ちプニプニ来たね。今回もやっていきます。9日目か。はい、今回はね、一応100連勝もう一回200連勝目達成しましたと。ドン4500たまった。はい、ということでお知らせでね、やっと来ましたね。2回もじらされてやっと暴走アマテラス出現率超アップ来ました。スキルはフィーバーになった時自身の技ゲージがたまる。フィーバースーパーフィーバーなのかな。そして今回は長いね、 1.2% で超アップか。なんか前回 2% が来たからね。そしてククリとかも、クラマとかもバステとも 1% ということで、なんか最近いいね、 SSS も確率高いままで。はい、じゃあ行きましょう。マテンソラナキとかソラナキ軍団支援軍団はいなくなっちゃったかな。結構長いね、9、10、11、12、13、5日間だね。かなり長い。ラストチャンスまでこれなんだろうな。はい、ということでガシャ回していきましょう。一応ね、現在の状況的にはサゴ城がね、周回してるんだけど、なんか3個が全然集まんないんだよな。という感じで支援ね、ゲットしたいね。横取りチケットは3個あるかな。2個ドロップかな。優勝40回で2個ドロップ。ミッションでも、まあ、今回ね結構交換できるからチャンス感はあるよね。これで4個目か。はい、じゃあ行きましょう。といっても10連ずつしかできないんで、まあ、3アカウントでね、10連ずつしましょう。武道会はな、いつもこんな感じなんだよな。あの百鬼彦の時もな、なんかダラダラやって失敗したんで、今回つくよみさんどうだろうな。まあ10連で10連かける3やりたいと思いますよ。でもサブアカで出ても倒せんのかな。どうなんでしょうつくよみちゃん。でもつくよみ強いからね、ぜひ。うわ、また赤だ。今回赤多いな。マジか、一生懸命貯めたのにな。なんかダメっぽいですね。じゃあ特攻なしで倒しますか。大変なんでね、倒すことは。ゲットも大変だよな。うれはい、というわけでバッサリダメでした。じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントでね、まだ0勝だったはい、まあまあこれはスキルぐらいまではねゲットしたいかなと思います。まあね、次なんだろうね、またおはじきなのかな。毎月1回おはじきあるよね。まあこの辺のおはじきと気まぐれゲート以外は特攻がゲットできてもサブアカルレベルじゃクリアできねえっていう相場があるんだが、また赤か、結構しんどいぞ。 SSS でも来てほしいな。そう、横取りの 1% があるから、まあラストチャンスもねあるから、ラストチャンスも期待したいけどね。よっしゃ、うりゃ。あ、止まった、金色ブヒョーン。これなんて読むんだっけ。牛鬼、うまそうな肉だな。毒をぶっかけるのはやめといてやら。これはフォーエバーフレンズ妖怪なんだよね。映画では出てこなかったけど、映画で出たんかな。あそこの支援一派にいたかな。はい、という感じでした。じゃあ3番目いきましょう。はい、これがね3番目のアカウントで、現在は優勝2回だね。だから10連勝ですね。お宝は、あ、でもそれでも10連勝でもすごいな。7個も落ちてんな。10勝で、あ、6個か、10分の6、結構落ちるんだね。でちょっと3番目のアカウントとかはね、ニャンボがね来週、
あ、来週とか今回のイベントで来るのか次のイベントなのか分かんないんですけどね、サマーニャンボ、うん、ニャンボぐらいはきっちりクリアしたいなと思いますね。ニャンボコイン2枚集まってるので、まあ今来ればね10連以上サーカでできるなって感じ。サマーニャンボ、サマーニャンボ復刻系かな、復刻系かどうなんだろう。でちなみにねこのアカウントはくくり姫持ってんだけどね、全然買えるうちにあったな。最高、金が出てほしい、やっと金が出た、1個だ、30連して金1個だったよ、結構渋いね。ただこのサブアカたちもねようやくこのガシャがね通常ガシャ完走したいっていうか、結構技レベルまあまあ上がってきたよね。うん、4、5ぐらいにはなってきましたね。あー、さあ行くぞ最後、うりゃ、あー、大矢守でした。ということで、暴走アマテラスさんはゲットならず、ただ5日間あるんで、次のラストチャンスね、また頑張れるようにやっていきたいなと思います。暴走アマテラスはロボには28号のストコアタックで特殊能力を持ってるという感じか。はい、という感じでした。皆さんどうだったですかね。まあアマテラスはね、一応前も言ってるけど、この転生レジェンドとかね持ってるアップの妖怪にはなってないので、極妖怪とかね、うん、だからまあ、あやべ、まあいいのかな、極生ハゲ、これ何スキップできない、あ、押しちゃったんだ俺がね。はい、というわけで綺麗に極妖怪一体持ってないな。昔はね勝てなかったんだよね、おはじきとかね、3アカウントね、うん、はい、という感じでアマテラスガシャでした。はい、ということでね、メインアカウント帰ってきましたが、一応ねメインアカウントは優勝40回いきましたんで何でもゲットできるかな。本当はスキルとか交換したいんだけど、あまりにもワイポイントないので、あ、まだ50回優勝必要か。あー、なるほどね。はい、まあちょっとこの辺少し頑張って、スキルはね、ゲットしたいなと思ってますが、ワイポイントがありません。もうワイポイント配布今月も終わっちゃったんでね、次のイベントで配布がないので、うん、まあちょっと頑張らなきゃなっていう感じですね。やっぱ月の頭にちょっとな、武道会来るって最悪。最悪だなっていうことが改めて思ったんですけど、はい、まあ特攻なしでね突く読み倒すことになると思うので、どうなんだろうな、横取り頑張って、横取りチケット周回頑張って、横取りチケットで支援をゲットして、でも支援もあれがないんだよね、特攻がいないんだよな。あ、そういえば特攻期間はなくなっちゃったのかな、特ガシャでいなくなったら追加特攻の彼らも特攻じゃなくなっちゃったのかな。あ、それは残ってんだね、支援と魔王支援は残ってるので、うん、なるほど、マテンソロナキとかも残ってはいるので、はい、なるほど、それは OK ということで、まあ特攻なしで倒すのが早いか、横取りゲットできるのが早いか、チケット何枚いるかね、特攻がね魔王支援しかいないんだよね、小特攻だけど、なので、うん、魔王支援と仲間たちで何枚いるかな。今回どうなんでしょう、後半になれば結構簡単なのか横取りされやすいのか、うん、ちょっと分かんないけどね。まあまあ佐護城で一応なんだっけな、このスキルの時1枚使っちゃったんで、そうだそうだ思い出した、スキルで1枚使っちゃったんで、佐護城もね1枚ぐらいでね、突破して、はい、支援目指して、まあ、支援ゲットできたらね多分つくよみも楽勝だと思うんですけど、まあちょっとギリギリまでねチケット貯めて頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。ガシャは赤ばっかりでひどいガシャでした。皆さんどうだったですかね、よろしければコメントなどで教えてください。この武道会クエストってのは16日までだから、これはあんま関係ないだな、17日だからな。はい、じゃあもうすぐ
Y 学園始まりますね。13日、はい、これも楽しみに待ちましょう。はい、じゃあ今回はこんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは、おー、そこはたやんないとな。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。全然ダメですね。